はい、今日も動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、足裏ね、皆さん足裏、足裏についてね、ちょっとこう話したいと思うんです。で、僕はあの足の、リフレクソロジーとかね、そういう資格もこうちょっと取ったことがあって、すごくね、足に対して結構なんかその足の形でなんか体の姿勢というか、体のね、この体調がね、変わると思ってるんですよ。で、じゃあその足のね、裏って皆さんね、結構ね、そのこう触ってみた時にどうですかね。足の裏ゴツゴツしてるとか、はい、こうあると思うんですよね。あんまり自分の足の裏をまじまじこう見たことないと思うんですけど、で、足ってね、皆さん、リフレクソロジーの考え方だと、足ってね、この頭が人間に立った時の状態が、この足の状態って言われてるんですよ。こういうふうに合わせた時に、ここら辺が頭で、ここら辺が心臓とか、ここら辺が胃とか、でここら辺が腸とか、こう座骨とか、こうなってくるわけですよ。で、そういうのはね、ちょっと覚えておくと結構便利なんですよね。で、もう一つね、ちょっとこう、フィジカルな面で言うっていうかね、こう言うと、足ってね、2つの役割がこうあるんですね。2つの役割。はい、で、1つが、体をね、この衝撃を、自分の体の、こう、歩いてる時の衝撃を吸収するクッションの役割が1つ。はい、そしてもう1つがですね、足の裏に結構こうセンサーが働いてるんですよね。足の裏センサー。それが2つあるんですよ。で、結構ね、その足の、足のアーチって、アーチ、その衝撃をね、吸収するクッションの役割っていうのがあるっていうのは、なんとなくわかると思うんですよね。足をこうやってやると、こう3点でよく立つって言うじゃないですか。かかとと、この、親指の方と、小指の方で、こうやって、3点で立ってるんで、こう、足がまっすぐね、こう、立った時に、ここで分散されるわけですよね。こうなって、こういう風にな、力が加わってても、こうですよね。こういう感じで分散されるわけですよ。こういう感じで分散されるわけですね、力が。でも、このアーチがなかなかこうなってないと、アーチがね、なかなかこうないと、疲れやすいってのは、もろに体に衝撃が加わるから、はい、疲れやすいんですよね。で、僕はね、結構おすすめなのが、こういうね、ゴルフボールで、いつもこういうふうにちょっとこうやってたりするんですよ。やるんですね。で、そういうのもこうやったりします。で、あともう一つはですね、こうやって足の裏同士をこうくっつけてね、この足先をこうやってグッとこう掴んでみるんですね。見えます？こう掴んでみるんですよ。掴んでみる。はい。で、掴んだ時にグッとこうしてあげると、ちょっと見えないかな。グッとこうしてあげると、足の裏同士がね、足から床が見えますよね。穴が少し開いて。で、こういうのをね、ちょっとこう、やってあげるんです。グッと。グッと。はい。グッとって感じで。こんなことでやってあげると、すごくですね、この足裏が強化されるんですよ。なので、こういうのをね、ちょっとやってみていただければとね、思います。で、足が整ってくると、結構体って、こう、少しずつこう変化してきやすいんですよね。なのでぜひね、この足裏からね、やってみてね、いただければとね、思います。はい、今日もありがとうございました。